私の記憶が確かならば、カイドウの神様はこう言った。業界のトップに君臨するのはカイドウの鉄人なのだと。私は神様にこう言った。いつか鉄人を超える存在を作り出してみせると。そんな夢を実現させるため、私はカイドウの館を作り出した。カイドウの館へようこそ。我が館のお嬢様方は時に劇場となられることも、たまに天使のように微笑んでくれることもございますがね。さあお入りなさい。何今日すごい。これはユニークなお方ですね。それではお嬢様をご指名くださいませ。芸術的なセクシーを追求する究極の美貌、森崎智美お嬢様。膨らむ妄想、すべてを魅了するフェロモン、紺野杏奈お嬢様。大と小を兼ね備えている魅力、長澤まりなお嬢様。人は彼女を天使という、美少女志願兵、天塚萌えお嬢様。そうですね、私の人生記念すべき3333人目の指名状は長澤まりなさんです。どうぞ遊びにいらして、私がお相手いたします。嵐さん、どんな方かお調べしようと思った時に、一番最初にヒゲ男爵さんのお写真出てきたんですよ。だからヒゲ男爵さんってライターもやってんだみたいな、なんか別名で活動されてるのかなと思って、よく頑張ってるなと思います。理由はもはや言ってんですよね。私が女性のタイプを一言で表すのであれば、まず巨乳、そして巨乳に対する相棒、これはメガネかロリって決まってるんですよ。しかも長澤さん、おそらくプライベートではメガネもかけてます。完璧です。マウント富士と同じ日本一だ。79番です。カイドウの女帝ではオリジナルの名刺を配布。お嬢様が勝利すれば特別な名刺をプレゼントいたします。お嬢様が敗北した場合は番組オリジナルクオカードを3名様に。オリジナル名刺は番組内だけでなく、来店、生配信など様々な企画で配布。すべて集めた方には女帝からのスペシャルメッセージ付きの豪華プレゼントがあります。チャンネル登録してコンプリートを目指してくださいませ。お待ちしてました。ありがとうございます。行きましょう。はい、じゃあ今日はこの台で勝負しましょう。はい、かしこまりました。ボス番長ゾロで。よし、番長頑張ります。どちらがいいですか？どっちがいいとかありますかね。まあどっちもどっちかなっていうか。なるほど、はい、じゃあこっちで。こっちでいいですか？はい、わかりました。ありがとうございます。今回の対戦台はこちらでございます。バトルスタート。
沢まりなです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いただいちゃいました。なんか名刺にもいろんなパターンがあるらしいですよね。はい、今回このパターンなんですけど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。あそれ忘れたら怒りますよ。いや絶対忘れないんだよ。絶対忘れない。持って帰ってくださいね。ここかな。これベストポーズです。あ、いいですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。緊張するな。緊張します。緊張します。あの結構パチスロはまだ不慣れなもんでございまして、はい、はい、なんでちょっと初心者なりにプロに立ち向かうのはちょっと緊張する感じです。今、はい、一応僕は挑戦者っていう立場ですけど、はい、しもべだと思っていいんで。え、しもべ。僕はあの街道の住木だと思っていただいていいんで。あ、いいですか。はい、もう何でもあの、分からないことあったら聞いてください。やそう。いや、もうじゃあ行きましょうか。はい、はい、で一応お、ちゃんとバー見えてるじゃないですか。いやなんかこのポイントとか集めるといいんでしたっけ。あ、その通りです。はい、で今あのガチャ回したんですけど、はい、このガチャによって台がいい台か、まあ、あんまり良くない台かっていうのを一応予想できるようになるんで。なるほど。前回、はい、あの女帝仲間の本田アンナさんが負けちゃったみたいで、はい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 、なんで私はちょっとリベンジじゃないですけど、はい、今回絶対勝たないといけないですよね。なるほど、はい、中澤さんに耳寄りな情報があります。なんですか。あの僕はパチスロ界でも切っての、まあ、負け組というか。ああ、はい、そうなんだ。あ、じゃあ勝ちやすいってことですか。めちゃめちゃ勝ちやすいって言われてます。本当に、はい、そうなんだ。よし、チャンスだ、チャンス。麻雀で例えるなら、はい、あの上がり牌が川に全部切れてるのにリーチかけちゃうぐらいのレベルだと思っていただいて。あるある、はい、でも私もそれやることあります。あります。あ、やべ、ねえじゃんもうみたいな。あ、これです、これ。なになに。あ、そっか、こっちから打つのか。はい、そうなんです。何を狙えばいいんですか。これは何も狙わなくて大丈夫です。おー、そうなんだ。順番通り打つだけで大丈夫なんで。なるほど、はい、麻雀も視野が大事なんですよ。そうなんですよね。自分のここだけ見ちゃうと、まあ、絶対ダメなんですよ。ずっとこうやってますから多分最初はやっぱここしか見えてこないと思うんですけど、まずは台の全体が見えるようになって、はい、そのうちこう周りの台の挙動とかも見れるようになってくるとすごい勝ちやすくなってくるんで。うん、嵐さんはどのぐらい勉強されたっていうか、なんか今の地位を築くまでにどのぐらいの時間はかかりました。はい、僕が初めてパチスロ打ったのが、はい、まあ、19歳の時なんで今から23年前です。19歳。はい、中澤さんもバーが見えてるっぽいんですけど、はい、俺もう最初何にも見えなくて。あ、そうなんですね。はい、黄色い帯が回ってるようにして、はい、俺は見えなかったんですよ。あ、なるほどなるほど。で初めて友達に教えてもらった時に、はいはいはい、そのめちゃくちゃ目立つあの V が3つ並んでるところがあったんですけど、それすら分かんなくて、本当にすげえバカにされて、それで悔しくてパチスロを覚えようと思ったのがきっかけです。そうなんですね。はい、そしたらこんなポジションにポジションというかもうポジションは大したことないんですけど今だに。いや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 、でも本当にあの気づいたらあのなんとなくリールが見えるようになって、でもパチスロのこの狙って押す作業って見える見えないよりもやっぱタイミングが重要なんで、タイミングを体が覚えちゃえばすごい簡単に押せるようになる。なるほど、わかりました。あ、気になったんですけど、はい、嵐さんの人生の収支率、回収率ってどのぐらいですか。はいはい、回収率はですね、はい、多分まだプラスだと思うんですけど。すげえ、そうなんだ。はい、あの昔は、はい、本当それこそ僕が始めた頃は結構勝ちやすい時代って言われてて、あ、ちょっとやっぱ大の知識を身につけて、ある程度こう目押しができるようになったら、まあそれなりに勝ってたんですよ。で、まあ、調子に乗って、はい、パチスロ勝てるじゃんかって思ってこの仕事ついたらどん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 メッキが剥がれていったみたいなのが現状です。なるほどなるほど、はい、私も来店イベントとかでパチンコ、はい、パチスロ、はい、やるようになって、でもまだなんかその勝つ快感みたいのはあんまり味わったことがなくて、はいはいはい、今日なんかそれ嵐さんに教わりながらできたらいいなって。この番長ゼロっていう台は、うん、普段中澤さんは多分ジャグラーとか、あ、花花はい、はい、そういう系打つことが多いと思うんですけど、やっぱ意図的に出玉がこう塊で出るようになってるんで、うんうんうん、その気持ちよさをやっぱ味わっていただきたいなとは思います。なるほどね、うん、こうやって沼にはまってくんですね、みんな。いやもう一人でも多く沼にはまってもらった方が我々も嬉しいんでそうですよね、はい、それこそ僕はあの沼っていうと、はい、長澤さんみたいなそのドレス着た女性に、はい、まあ多分20年ぐらい沼にはまり続けたんですけどなるほど、いわゆる
ですか。いわゆるキャバクラ的な、多分この番組のコンセプトもそれに近いと思うんですけど、はい、あ、そうですね、ご指名、はい、制度があるので、はい、ただあの大きな違いは、はい、向こうの世界は沼になっても何も戻ってこなかったんです。見返りがないですよね。はい、もう減る一方だったんですけど、パチスロはやっぱ帰ってくる可能性があるんで。確かに確かに、はい、でもキャバクラも見返り求めようと思ったら、いや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 、もう無理です、無理です。無理なんだ。はい、あの見返りもらえる人はあの生まれ持っての才能が必要なんだよ。でもなんかアラスさんって優しいから、はい、なんかすごい情報の方からモテそうな感じしますけど。まったくでしたね。本当ですか、はい、ただいい人ってことですか。あのやっぱいいお客さんだったと思います。あ、多分ですよね、はい、おさわりとかもしなかったですか。おさわりがなんていうかね、どんな顔して触っていいのか分かんないんですよ。はい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 。だからどうしてもできなくて、だからあのどちらかというとそういうおさわり前提のお店とかもあるじゃないですか、はい、あ、はい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 、ああいうとこ行ってもあのただ酒飲んで帰ってくるみたいな、あの単純に言うとビビリです。めちゃくちゃビビリなんだよ。確かに、はい、もうちょっと行ってもいいんじゃないですか。あのみんなから言われてましたけど、ね、はい、これがですね今多分ポイントがこれ今俺の台がこうビリビリしてるじゃないですか、はいはいはい、あの決められたポイントに到達すると当たりの抽選するんですけど。あ、そうなんだ、はい、その当たりの抽選を受けたかもよっていう演出。そんなバナナ結構あの昭和のギャグがいっぱい入った台なんで、テンション上がります。この後に特訓っていう演出に入ると、はい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 、あのあ当たったかもよっていう抽選を受けたっていうことが確定します。いやでもなんか荒木先生に教わりながらできるからすごいなんか、はい、授業料払いたいぐらい。いやいやいや、本来であれば私がお金を払う立場なので、はい、すごい。でもこんな機会ないから嬉しい。いや全然です。あの特訓には行かなかったんで、はいはいはい、まだポイントがリセットされてないと思うんですけど、次の300、はい、100の位が300になった時は必ずその抽選受けれるんで。おお、なるほど、はい、この台はこのポイント貯めるのがうまかったらなんとかなります。おお、なるほどね。あ、じゃあ割と初心者が勉強しやすい台とかあるのかな。あの目押しもそんなに必要じゃないんで、はい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 、ナビの順番通りに押すっていうことさえ守ってれば、うんうんうん、基本的には大丈夫な台です、はい、あ、これですね、これが揃うと。あ、で今300いったんで、まず1回目の初当たり抽選受けれました。楽しいですね。お、本当ですか。ね、はい、あ、今先生が出てきて、お、これがあのいわゆる前兆ステージって呼ばれるもので、はい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 、特訓に移行する時のあの演出パターンによっても期待度が変わって、で僕も今熱い演出出てるんで、はい、お互い今チャンスですね。お、いい感じに熱くなってきたぞ。そういうことですよ。で中澤さん今主人公に重りが乗っかったと思うんですけど、はいはい、この重りが全部で3つあって、じゃあ今1トンはもう序の口ですか。序の口です、序の口です。わ、今3シャンテンぐらいです。3シャンテン、もうあんま、まあ、あんまハイパイと変わってないぞぐらいのレベルなんで。まだまだですね。まだまだです。わ、で今三シャンテンのまま対決に発展しちゃったんですけど、はい、麻雀と違うところは三シャンテンからでも上がれることがあります。そうなんですよ。そうなんだ。で今これ卓球っていうのに行ってて、この対決はそこそこ勝負になる対決なんで、でマックスベット押さずに結果を見てみましょう。でこれが負けちゃったんで当たってない可能性が高いんですけど、ここでコイン入れて復活することもあります。だからちょっと演奏楽しんでもいいと思って。面白い、なるほどなるほど。でダメでした、長澤さんだけダメだったんで、また1からポイントのため直しになります。あ、うわー、減っちゃったね。なるほど。ただ多分結構ポイント持ち越してるし、はい、まだ開いてる状態なんで、はい、まだ希望ありますか。全然あります。そんな長澤さんにちょっと残念なお知らせというか、僕の台がちょっと当たりそうなんですよ。はい、うわー、マジっすか。はい、ちょっと演出が結構いい感じの演出が出てて、一応詳しくなってくると、あ、これ当たりそうとか、あ、これダメそうとかが結構分かりやすい台なんで、今一応これはあの12ゲームで発展する、なんかそういう法則がいろいろあって、これかなりチャンスです。おお、でキャラによってもちょっと期待度が変わってきて、この緑色のおじさんはちょっとチャンスなんですよ。マジっすか。でこの後に、あ、縁日は弱いんですけど、この星の数で大体の期待度を出すの。へー、おー、すごいすごい。
で、あの演出ごとにチャンスになるパターンがあったりするんで、今のところ出てないんで、ドヤ顔で当たりそうですって言ったんですけど、ダメかもしれない。うわあれ全然ダメだ。でここでダメだったら、ダメだったっすね。悔しい。なんか全然いけそう、いけるんかと思った。いや、あの途中まで俺もいけそうだと思ってたんですけど、うん、最後の最後ダメでしたね。全然。うわ難しい。やばいな。やばさは感じ取ってますね、さすがに。はい、ちょっと今日破産するぞ。俺口調がどんどんやべやべおかしな方向行ってますけどね。やばい。あ、女帝だった。そうですよ、女帝だ。女帝がもう完全に今庶民のところまで落ちて、俺やべえぜみたいな。マージャンプロとかいらっしゃいます？それこそ協会の方だったら僕あの達也さんにめちゃくちゃお世話になってて。そうなんですね、はい、鈴木達也さん、はい、大先輩だわ。大先輩すぎて全然お話ししたことないです。あ、そうなんですね、うん、やっぱ近寄りがたいというか、あの基本ちょっとあれですよね、無口というか。あ、そうそう、でもすごい変わってて面白い人ですね。いや、もうめちゃくちゃ面白い人です、ね、あのパチスロで激アツって出てくる演出があったんですよ、はい。でまあ、文字通り激アツなんですけど、達也さんが嵐あの激熱っていうのは熱いのかって言ってきた時にも最初何言ってるのか分かんなくて、はい激熱っすか、あ激熱って出るじゃん。いや多分激アツだと思うんですよねって言ったらはにかんで笑ってて、かわいい、いやなんてかわいい人なんだと思って。やばい、めちゃくちゃ天然ですよね。めちゃくちゃ天然なんだよ。激熱って読む人いると思わなかった。いやもうだからもうそれ以降もう出るために激熱って思い出しちゃって。確かになんかそう生まれ持った天然って本当に才能だから羨ましい。そうなんですよ、分かります、出そうと思っても出せないから。出せないですよね、あれは。そうなんですよ。まあ、長澤さんが当たってないのと一緒で僕もちょっと苦戦しそうな状況なんで、はい、まあ、お互い勝負としては一進一退ですよ、これ。おー、なるほどね、はい、長澤さんは逆にこう麻雀プロになるにあたってこう憧れた方とかいらっしゃったんですか？高宮真理プロですね。あー、高宮さん、わかります、まあ、もちろんわかります、はい、なんかすごい天然で可愛いって、はい、優しいんですけど麻雀めっちゃ攻撃的で強くてかっこいいですよ。いや、あんだけすと麻雀中のギャップある人も、はい、なかなかいないですもんね。で、あと高宮さん、はい、グラビアもやられてて、はい、グラビアも大好きなんですよ、高宮さん。はい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 、はい、もうエロすぎる。エロすぎる。エロ、まあそうですね、確かにその通りだと思いますけど。あの後で見せます、高宮さんのとっておきのグラビア。マジですか。もう私デジタルでいっぱい買ってるんで。あと M リーグの会場のライトアップ、はい、ライティングがすごい高宮さんの色気を引き立てるんですよ。いや、すげえわかります。M リーグ会場出てる高宮さんも大好きです。わかりますわ、すごい。でもやっぱこう多分男性視点から見るグラビアと、はい、女性視点から見るグラビアっておそらく違うと思うんですよ。ああ、はい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 、でも長澤さんはどっちかっていうとうちこっち側に近い視点で見てるのかなって。そうなんですよ、どちらかというと男性と同じ意見のことが多いです。多いっすか、はい、ああ、なくなっちゃいましたね。やべえ、破産する。いや、いいっすね。皆さん、今回の女帝は庶民派です。今日ローソンで下ろしてきた。ローソンで。ただ、波に乗ればもう一瞬で帰ってきます、この台は。そうですよね、はい、よし、取り戻すか。ただ、終わりまで波に乗れなかったらこの3倍ぐらい負ける可能性あるんで、ちょっとそれだけ気をつけてください。やばい。嵐さんの世界のプロ、はい、プロ、いわゆる嵐さんみたいになるには、はい、試験とかあるんですか？ないんですよ。そうなんですか。特に今はないですね。昔は雑誌に応募して、でそれに受かるとその所属のライターになってて、まあいわゆる僕もそうなんですけど。そうなんですね。でも今はもう本当ここで YouTube で動画配信されてたりとかされる方の方が人気あったり有名だったりするんで、もうやっぱ時代がちょっと変わったっていうか。じゃあ自称でいいってことですか。自称で全然いいと思います。そうなんだ、はい、有名になればいいってことですか。そうですね、だから今のやっぱ僕らより全然若い方々は、はい、まあ、本当に番組を立ち上げて人気出してきた方が多いんで、うんうんうん、そうなんだ、すごいですね。自分の力次第かだと思います多分、うん、
あ、これで多分行きますよ。え、マジっすか。はい、対決か特訓は行くと思います。特訓行きますよ。おぉ、喧嘩しい。で、行き方としては対決に負けて特訓行くより今みたいにすんなり行く方がちょっと期待度が高いんで。強いんですよ。おただ長澤さん、もうちょっとなんで、もうちょっとでゴールが見えます。初めて打っていきなり天井はちょっと嫌ですけど、もう453ですよ。453、あと147回転後には絶対当たるんで。いや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 、勘弁してくださいよ。ワイがいくら使うと思ってね。ワイはそうですね、このままいくと2万ぐらいなくなりますね。いや、でも勉強代と思えばね。いや、そのやっぱメンタル強いですね。あ、まあ、はい、メンタルは強いと思います。すごいっすね。普通だったらちょっと嫌になっちゃうと思うんで。いやいや、基本ポジティブなんで大丈夫です。あ、本当ですか。はい、いや、素晴らしいと思います。そんな長澤さんが今までで一番なんかこう逆にネガになっちゃったことって何かあります？ネガですか？はい、なんか私ゴーフォーロリキャニューって、はいはいはい、あのキャッチフレーズで活動してるんですけど、はい、これ結構リアルな話ですよ、はい、なんかその年齢を重ねるにつれて、はい、顔立ちが大人っぽくなってきちゃったんですよ。それで結構ネガティブになることあります。割とガチ悩み今来ましたね。すいません、なんか、いや全然全然。そうで、なんかわかってはいるんですけど、ツイッターとかでファンの人が、はい、なんかマリッチ大人っぽくなったねとか、はい、ポジティブにそう言ってくれる方もいれば、マリッチ老けたとか、はいはい、なんかもうマリッチロリじゃないとか、はいはい、うるせえよみたいな、自分が一番わかってるよみたいなことで、ちょっと、なるほど、はい、ちょっと病んだことあります。逆にそのなんていうんですか、もともとは本当にロリだったと。はいはい、あ、そう、そう、はい、ロリだった人が大人っぽくなっていきながらもまだロリが残るってもう最高の状態だと思うんですよ。優しい。そうですか。いや、僕はそう思いますけどね、はい、なんていい人なの。ただのロリじゃなくて、はい、その要は艶気を増したロリって、はい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 、ある意味ロリ界の最強な状態だと思うんで、そこまで言ってくれます、はい、やばい、神だわ。いやいや、いいお客さんなんですよ、本当に。なるほどね、はい、でも全然、俺から見たら全然通りですけどね。え、本当ですか。はい、別にそんな老けてるとも何とも思わないし。あ、よかったです。やっぱりなんかね、たまにそう失礼な人、なんか100人いいって言ってくれても1人、はい、あのね、そういう人という人がいるとその1個が気になっちゃったりね、はいはい、もうあるあるですけど。でも、まあ、どんだけうまいラーメン屋でもそのラーメンを100人が100人うまいとは言わないんで。なるほどな、はい、たまにあるじゃないですか、俺これめちゃくちゃうまいラーメンだから人に勧めようと思って連れてったら、おお、まあまあうまいねぐらいの反応の時あるじゃないですか。めっちゃあります。だからやっぱ好みって千差万別なんで。確かに。うわ、なんかすごい深い話をされた気がする。本当なんか確かにと思って。だからやっぱ好みってそういうもんだと思うんで、全然気にしなくていいんじゃないかなと。なんか元気出ました、ありがとうございます。なんか嵐のお悩み相談。いやいやいや、だいたいこういう話してました、酒飲みながら。なんか一緒に飲んでて楽しいだろうなって感じします。なんか自己肯定感を上げてくれる。優しい。いや、やっぱこう楽しく飲んだ方が面白いじゃないですか。わかります。パツロもそうで、打ってる時にこう展開が辛かったら逆に楽しい話題をしながら打った方が気も楽になるんで、うんうん、そうですね。センス当たんねすげえ今難しい問題に実は長澤さんは直面してて、はい、ここまで来たら600まで行っちゃった方がいいんですよ。ああ、逆に、はい、ちょっとした得点がついてくるんで。あ、そうなんですか。ただ現状長澤さんは今その少ないポイントで値抽選を受けちゃうモードにいるんで、そこを乗り越えられるかどうかみたいな勝負にもなってきてるんですよ。なるほど。そうなんですよ、ちょっと複雑なんですけど、一応600まで行くとピックが確定するんですよ。ただその手前で当たっちゃった場合、そのレギュラーが出てくる可能性と、枚数が少なくなっちゃう可能性がちょっとあるんで。やだやだ。そうは言って僕も全く今同じ状況になってるんで。そうですよね、はい、なんか似てますね。めちゃくちゃ今似た状況になってます。あ、な、うわー、すごい。もうこれはもうリーチかかってます。ここまで来ると、まあ、大体当たりますし、今あの1回の紐引っ張りで全部落ちてきたんですよ、はい、こういうパターンが出るとめちゃくちゃ期待度高くなります。なるほど。うわ、
ドキドキだ。でもう高校まで来たらあとは7が揃うかバーが揃うかでだいぶ変わります。へえ。で今ノリマロってやつなんですけど、種目はローラースケートで星が今3つなんで、さっきやってた卓球よりはちょっと勝ちやすい。おで、長澤さんの好きな射程がいっぱい応援してくれればそれしてくれるほど期待度が上がります。でそんなバナナがやべえ。そうなんですよ、こいつが転んだ方がいいんですけど、さすがに多分当たると思いますね、これは。あで、あの優勢なんでもう多分大丈夫です。それで当たる。出直してこいやー、すごい。これで当たって、でこの後にあのどっちかが揃うんです。ここでどっちかな。はい、やらかしを。あ、これはですね、非常によろしくない。よろしくない。あんまりよろしくない展開ですね。7が良かったですよね。7が良かったです。で、この当たり中何をやるかっていうと、今ちょっとあのお名刺で見えないんですけど。これが進めば進むほどこの頂きロードっていう一番嬉しいあたりに近づいていくんで、それを目指していくみたいな感じですね。いいなー楽しそう。いや、あのレギュラーでそんな喜んでくれる人いないんですよ。今レギュラーもびっくりしますよ。いいなーみたいな嘘だろうみたいな。楽しそう。いい。早くその域に行きたい。もうちょっとです。あとやばい、4000円。おで一応この終わった画面でその設定をヒントをくれるんで、ここはちょっとゆっくり待って確認してからこれを押すみたいな、そのだけ覚えておきます。なるほどなるほどなるほど。180ですか。もうちょっと我慢できれば長澤さんにバーが訪れることはなくなります。よし、こんにちは。あ、肉自慢。一応この肉自慢っていうのが出るとちょっとチャンスなんですよ。ただここでもチャンス出ないと多分厳しいと思うんで。あー厳しいですね。ダメっすか。ダメっぽいっす。ダメでした。頼むよって。そうなんすよ、これまた僕も長い旅路がまた始まります。あらあら。そして長澤さんにもちょっとチャンスなんですけどピンチが来ちゃいましたね。チャンスがピンチ。はい、これ当たると僕みたいにバーが出てきちゃうってことが起きるんで。やだやだやだ。当たら当たんない方が嬉しい。でも守りようがないですよね。守りようがないですよ。もうあとは運を天に任せるしかないです。あとはこの特区を乗り越えられれば。ただ別にここで当たってもバーが出てこなかったら一緒なんで。そうですよね。そう思えばいいです。はい。うわあ。うわあ。これめちゃくちゃ熱いやつ。何ですか？次回予告っていう、まあ出たらもう90何パーで当たるやつ。すごい。勝ちました。これ当たりです。当たりました。やったそうなんですよ。やったなんですよ。そう、俺たちはもう心が滑ってるからいやあと7ゲームじゃねえかってなるとこなんですけど、中澤様はそれでいいと思います。そう、やったやったでいいです。ここです。全力で7を7を中澤さん、あの一応フォローする上で言ってきますけど、ダメな方としては100点ですネタとしてはもう完璧に近い。そうなんだ。オチを作る女帝ということでやだそんな女帝見えなかったら、おあ、うまいじゃないですか。行きました。めちゃくちゃうまいんですけど長澤さん、あのバーが確定してしまいました。この画面は普通の画面です。わ
その特訓がクリアできれば一番嬉しいいただきロードって渡りに行くんで。なるほどね、頑張れ長澤。で、ここまで。あー、星2です。ただあの勝負的にはですね、ほぼ同じ状況なんで。あ、そうですか。はい、いい勝負はしてます。まだまだいい勝負。まだまだいい勝負。いやー、あーあんなにやったのに。今残念だったんですけど、この主人公が紫のオーラをまとってる時はチャンスなんで。よし、この1回目をお互い逃すともうちょっと大変なことになるんで、頑張りましょう。頑張りましょう。ここはもう本当運です。あ、俺が早速来ました。あんまり良くないですね。で、このチャクソンっていうやつは虫取りが得意なんで、虫取りが出てきちゃうとかなりやばい。なるほどなるほど。あ、言わんこっちゃない。で、一応ここお遊び要素でこの台の横をピッて叩くとこれがひっくり返ったりします。そんなことまで。そうなんですよ。で、今ひっくり返らなかったですし、今セミってきてるんで、次にアゲハチョウかカブトムシだったらもうほぼやばいです。わー、アゲハチョウなんで。あー、うわー、まずいですね、これは。レイヤーでいくらでも持ってきや。おお、おいおい、回収したるからな。いろんなキャラが見れて楽しいですわ、僕は。やっぱ感情をぶつけ合ってこそ楽しいんで。そうですよね、はい、あの機械だと思ってクールに遊ぶのもいいんですけど、はい、逆にもう生きてるもんだと思って絶対が楽しいわ、楽しいんで。こういう収録も初めてなんで私、はい、だからもういいところを見せたい。お金がなくなるのはもちろん嫌なんですけど、はい、それ以上に見せ場を作れないのは悔しいです。そうなんですよ、いいところを見せたいんです。行かない方が熱い。あ、行ったか。よかったよかった、もっともっと。そうです、もっともっと。卓球よりはマシです。あとはあのトドロキがすげえ速くめくるか、あとはこの区によっても期待度変わるんで。あ、そうなんだ、はい、わあ、もうね、いい区が来てほしい。あ、これ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 チャンスパターン、しかも強いチャンスパターンなんで。え、何ありますよ、メイドインジャパン。次大事。え、何？お願い。あ、来た来た来た、やりました。何何？あ、勝ちました。当たりました。ちょっとサプライズがある。な、中田さん、えい、中田、ここでバーが揃うのは5分の1の確率。悪い意味で。はい、あの5分の4はあの7の方だったんで。そうなんだ。愛されてますね、バーに。なんか愛されてますね。愛されてます。まあまあまあ、5トン、大丈夫です大丈夫です。負け返し。いいですね、なんか気持ちでは負けないっていうのが伝わってきますよ。負けたくない。手強いですけど頑張りましょう。頑張ります。転べ、着損、バナナで転んで。あー、あー、そんなバナナ。一応ワンチャン、一応ワンチャン。あー、まあないよな。地味に終わった。喉とか乾いてないですか。あ、喉乾きました乾きました。あ、もう買ってきますよ。え、本当ですか。はい、やっぱ女性の飲み物代は絶対払うっていうスタイルなんで。優しい。20年間それで飲んできましたから。すごい、ドリンク出してくれた。ドリンクは僕が出しましょう。お水でお願いします。お水で。ありがとうございます。全然どんなに金ない時でも女性のドリンク代を払ってきた、その20年間が僕の人生の唯一のプライドですから。あ、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。うめえ。よかったっす、水がうめえ。初めて
打ってこの展開は結構疲れると思うんです。ああ、なるほどなるほど、はい、まあ、後でね喜びが大きくなりますから。そうなんですよ、今辛い分苦しいことが多ければ多いほどその後に訪れる喜びも大きくなりますよ。そうなんです、まあただちょっと辛いですけどね今ねもうさすがに本音はね、いくらポジティブマリチューと言っても、はい、ちょっとそろそろ頼むよ。もっともっと足りない足りない。そうなんですよ、もっと落としてあげて、で今度紐引っ張った時に落ちてこなかったらここ叩いてみてください。落ちてくる可能性あるんで。なるほど、はい、これで、あ、今落ちてきたんであれですけど、落ちてこなかった時にこうポンってやったらピュッて落ちてくる可能性あるんで、すごいですね、すごいんですよこれ、楽しみ、面白いんですよこれ、もっともうちょっと強く、あ、今ビリってこのノイズが発したらできた証になるんで、でも次紐引っ張ったら絶対落ちてきます、もう近くなってるんで。おお、少々シュッとなりました。いけます、いけます。あとは種目次第ですね。お、逆に、逆に、10トンまで行って虫取りなんで、これ大丈夫なはずです。今までのシリーズもそういう法則があったんで、多分番長でも受け継いでると思うんで。見守ってあげてください、頑張るんです。当たりました、やったぜ。中澤さんもうバーはいいんで、あの多分ディレクターももうバーの絵は足りてるって思ってると思う。私もバー大丈夫、はい、もういいもういい、やった。おい、どうすればいいんですか。これ面白いのが、あの実は狙わなくてもちゃんと揃えてくれます、台が勝手に。本当ですか、はい、こんな感じで気持ちよくないですか。すごい、狙わなくて、いやおめでとうございます。ようやくやった。好きなキャラで、誰がいいかな、おすすめは誰でしょう。まあ一番わかりやすいのは主人公のゴーテツ、ね、はい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 。じゃあこの子で、はい、この間はこの左側にパンダ狩りまで20ゲームって出てるんですけど、その間ここのメーターをどれだけ貯めれるかによって当たる期待度が変わってきます。なるほど、これで7を狙って揃えば、このここが光って次の当たり行くんで、ちょっと狙ってみましょうか。はい、頑張ります。あ、大丈夫です大丈夫、狙えてました。おお、中澤さんめちゃくちゃ熱いっす。めちゃくちゃ熱いです、皆さん。本当ですか、はい、熱いですか。熱いっす、ちっちゃいパンダ揃いやすいね、7が、どうしよう、頑張れるかな。頑張りましょう。はい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 、あーもうダメです。あ、中身で当たってた場合はこの後告知が入るんで。あ、なるほど、はい、ここでこの後ここ押すじゃないですか。あ、夜もう何、おめでとうございます。これ夜は当たってます。本当ですか、はい、何それ。これに入れたくてみんな番長打ってるんですよ。そうなんだ、だから超大当たりだと思ってください。すごい。中澤さんパチンコは打たないんでしたっけ。あ、パチンコもやりますよちょっと、はい、これあの、まあ、SD だと思ってください。30ゲームの、おお、今残り21ってなってるじゃないですか、はい、これが0になるまでにいただきチャージっていう大当たりに当て入れると、はい、ゲーム数が再セットされる SP タイプの。うわー、なんかすごいよ。おお、うわ、これでいただきチャージっていうのに当たったんで、なるほど、いただきマリチュー。はい、マリチュー、マリチューやるべきことはここに書いてます。何、このゼロを揃えるかチェリーか弁当箱を引けば、これが10ゲームずつ上乗せされていくんで、それを目指していく。あ、黒鍋熱いですよ。何、おめでとうございます。イエーイ、これで次の10ゲームもらえることが決まったんで。おー、熱い熱い。
そうですね、いいですよ、ゆっくりゆっくりです。あーめちゃくちゃ熱いですよ。待って、わかんないわかんない、お弁当わかんない、お弁当黒いバー狙ってください。あ、黒いでいいですか、はい、これあの中身弁当箱なんで、また1個乗る。ちょっとうますぎる、惜しい。弁当箱を2ゲーム連続で引きましたね。で、あの歌流れてるじゃないですか、これあの鉄拳制裁クラッシュっていう、これがもっと上のやつがあるんですけど、それに入ることが確定しましたよ。おお、なるほど。今日の取れ高はあるのかな。いや、めちゃめちゃあります。よかった。うわ、うまいうまいうまい。おお、いいでしょ。うわ、なんか盛り上がってきた。あ、これです、これが。なんすか、ここに行けば、うん、めちゃくちゃすごいことになります、で、連打してどんどん進めていく感じ。あ、これか。でも今のは大体20なんで。なるほど。むしろ男らしいって言われます。これでチャージが終わっちゃったんですけど、もう300枚出てるんですよ。いやで、この後また30ゲームやり直せるんで。はい。これの繰り返しを目指していく感じですね。ああ、なるほどなるほど。で、今こっちのポイント分で770まで来る、はい、ボーナス当たるかもみたいな状態も来るんで、うん、で、今このゼロヶ岳っていうのに行ったら、ここの色をどんどん変えていくのを目指していって、今黄色なんですけど、はい、赤まで行けば期待度 80% あります。お、緑で 50% です。あー、うまいですね。これで赤になります。で、この赤出た。この上の色レインボーになればもう確定です。おー、レインボー、あ、レインボー、おめでとうございます。やったー。ここでレインボーになったら必ず7以上、要はレギュラーがないです。あ、そうなんだ。そうなんです。おめでとうございます。やったー。イエー。 やっと当たってくれた。いや、すごい。気持ちいいですよね、これ。ありがとう。で、別に他のやつ選んでも全然いいです。はい、そうですね。イサイちゃん、最終ゲームでジャッジエンスが出るまでは普通にあのナビに従って打っとけば OK。 あ、そうなんですね、はい、分かりました。かわいい。あ、で、この瓦を赤のとこまで割れれば、はい、当たりなんですけど、あ、これ燃えてるときにチャンピンクの瓦1枚しかないとき絶対割れるんで。惜しいですか、はい、おめでとうございます。これでさっきまで当てようとしてたいただきチャージのストップをもらったんで、やったー。必ず ST を1回巻き戻せます。なるほど。あー、めちゃくちゃうまい。おめでとうございます。イエー、惜しい。いや、これめちゃくちゃうまいっすよ。本当ですか。はい、いただきマリチー。いや、マリチーいただきまくってますね。10本からベーゴマ行ったんで。あ、パネルが、これ見てください、これ消えてるじゃないですか、はい、こういうのは大チャンスなんですよ。おお、かいかいかい。もう当たるんですけど。あー、やりましたね。やりました。追っかけますよ。おー、待って、これ来た。おい、これはめちゃくちゃ熱いです。ここを越えれば。
位だったんですけど、はい、マリチューさんと同じとこに行く可能性が今あったんですよ。全てをすっ飛ばして惜しかったっすわ。うわ、まあ僕もここで7が出てきてこれ回ります。あれ、いやこれあの揃った後回るから青7かな。いやまだな、すごい、そんなことがあんだ。そうなんですよ、いろんなパターンですよ。だから今みたいにパターン分かってるとバーが揃って逆にガッツポーズみたいなこともあるんで。なるほど。いや俺もちょっと頑張って追いつきます。いやー今ストックあったんで絶対ここでもう一回出てくるんですよ。ちょっといただきマリチュー、頼むよ。俺も赤まで行ったんで期待度 80% あります。頼む。よし、おこれ絶対ソロをやったんで。 あ、 ありがとうございます。素晴らしい、よかったですね、取れなくありますね前半戦。今日全然大丈夫だ。まあ、長澤さんはあと残された21ゲームの中でまたチャージ当てるっていうのが目標ですね。なるほど、できんのかな。お、また行ったんすね。お、よりごとく行ってる。なにこれ、やばいことが起きるかもしれません。ここでお知らせです。今回の戦いで私が勝てばご覧の名刺をプレゼント、もし負ければオリジナルクオカードをプレゼントいたします。応募の際はキーワードと勝者の名前を記載してください。今回のキーワードは眩しすぎる夏です。あーもう女帝が女帝が勝ち誇っている。よしよしよし、うわー、あー来た、おお、サチュー行った。いろいろな企画で名刺の配布予定となっております。皆様からの高評価、チャンネル登録、温かいコメント、ご来店よろしくお願いいたします。